リードはホンダ技研工業が製造販売するスクータータイプのオートバイのシリーズ商標である。初代から3代目モデルは空冷2ストロークエンジンを搭載し、原付1種と原付2種が併売された。4代目モデル以降は水冷4ストロークエンジンを搭載する原付2種のみのラインナップで2017年現在では5代目となるリード125が販売されている。 リード 80HF01 リード 125JF01 ホンダコレクションホール保存九1982年2月18日発表排気量 49cc モデルが形式名 AF01 社名リード50としてデラックススーパーデラックスの2グレードで同月19日より排気量 79cc モデルが形式名 HF01 社名リード80として デラックスグレードのみで、同年3月下旬より発売。当初は、プロテニス選手のビョルンボルグが、イメージキャラクターに寄与された。さらに、同年10月15日発表、同月16日発売で、排気量 124cc モデルとして、形式名、JF01、社名リード125を追加。正し本モデルは1年ほどで、製造販売が終了となり、 同社の 125cc クラススクーターは4、ストロークエンジン搭載のスペーシー125、ストライカーへ移行した。1983年2月15日発表、同月16日発売で一家の変更を施したリード 50S を追加。さらに、同年4月18日発表、同月19日発売で、デジタルメーターや液晶式デジタル時計を搭載した。 50cc モデル上級車種として形式名 AAF レ3社名リーダーを追加。また、同年6月10日、発表、同月11日発売で、リード5 2もリーダー用合点を PS エンジン搭載へ変更するマイナーチェンジを実施した。1984年7月10日、発表、同月11日発売で一家の設計変更。 実施した、形式名 AAF10、社名リード SS を追加。同年9月21日発表、同月22日発売で 50cc モデルを、上述した、リード SS から一部装備を省略した、形式名 AAF08、社名リードスーパーでックスに集約。一方でリード80は、1985年6月24日発表。 同月25日発売で新型エンジニアの換装と車体装備をリード SS と同様にした形式名 HFA4、車名リード 80SS へのモデルチェンジを実施。1986年3月11日発表で以下のマイナーチェンジを実施。左、リード 90HFA5、右、 リード 100JF 0 6ロッ1988年3月29日発表で以下のフルモデルチェンジを実施した2代目モデルへ移行。ゆとりのボディサイズをコンセプトに、車体は初代のスポーティー路線から高級上質化路線へ転換したモデルで、新機能としてシート下にヘルメットを格納できる容量28リットルのメットイン機構を新設。 また燃料タンクも7.2リットルへ増量された1994年7月のマイナーチェンジでヘッドライトスイッチとポジションライトを廃止。本モデルのエンジンなど一部パーツを流用してキャビーナブロードジョーカーの 50cc90cc モデルが製造販売されたほか、韓国では当時技術提携していたデイリムモーターからリード90をベースに外観を小変更した。 スーパーリードが生産された。この他、インド向け仕様が同国ででも生産されたが、外装は樹脂製ではなく鉄板が使用された。1998年1月26日発表で以下のフルモデルチェンジを実施した3代目モデルへ移行。本モデルではフロントサスペンションをテレスコピック式へ変更。新たに前後輪連動のコンビブレーキを採用したか。 1998年10月施行の平成10年自動車排出ガス規制に対応した3年、触媒内蔵マフラーを装着する。2001年6月29日発表、同月30日発売で一家のマイナーチェンジを実施。2003年に同社の二輪車、エンジン4ストローク化方針に伴い BCJ 回13型、スペーシー 100A、モデルチェンジする形で生産終了。 リード 110JF19 リード100の後継者として販売されていた b c j 会1 3型スペーシー100並びに BCJF04 型スペーシー125は平成19年度に臨車排出ガス規制に対応させず2008年いっぱいで製造ができなくなることから同年1月15日に中華人民共和国の現地法人を羊から 本棚ビき宅有限講師で2006年から製造販売していた SCR110 を日本国内の放棄に適合させた上で形式名エブル JF19 社名リードとして同月25日から正規輸入販売することを発表本モデルは排気量 107cc の水冷4ストロークサイチェシーエンジンを搭載燃料供給は 従来のキャブレターから PGM5 電子制御式燃料噴射装置へ変更三元触媒内蔵マフラーと合わせて平成19年度に臨車排出ガス規制に対応したほか車体はスポーツセダンのイメージを取り入れたスポーティーかつ高級感あふれるものとした2010年2月18日発表同月25日発売で一家のマイナーチェンジを実施 後述する5代目発売後も併売されたが、2015年に日本仕様の生産終了が公表された。2013年3月22日に、翌23日の第40回東京モーターサイクルショーで、ベトナムの現地法人法人ホンダ、ベトナムカンパニーリミテッドが製造販売するリード125を一般公開し、日本国内でも同年初夏頃に、 正規輸入販売する予定と発表。同年5月22日に形式名 EBJJF45 社名リード125として同年7月4日から発売することを正式発表した。搭載エンジンは 125cc 水冷単気筒のグローバルエンジン ESP とされ ACG スターターアイドリングストップシステムを装備。微等とポジションランプは LED 電球を使用する。2017年11月30日発表、12月8日発売の2018年モデルで一家のマイナーチェンジを実施。ホンダ技研工業公式 HP BBB The History。ありがとうございます。